今日の1時間目はチャイルドケアとなっています。チャイルドケアでは赤ちゃんを育てるにあたって必要なものは何かや、どんな食べ物を食べさせるのが良いかなどを学びます。2時間目は物理の時間です。私たちの先生、エスリッチ先生は広島お好み焼きが好きだそうです。2時間目が終わったらフォームタイムが始まります。フォームタイムでは先生がその日や週のお知らせをしたり、クラスによっては映画を見たりもします。日本でいう朝の会やホームルームのような感じですね。私のホームティーチャーはフォード先生です。週末何したの？いや、夏休みどうだった？などとよく私に話しかけてくれ、生徒にも人気の先生です。フォームタイムの後はモーニングティーの時間です。友達と話したりとお菓子を食べたり、ものすごく楽しい時間だと思います。3時間目はダンスの授業です。ダンスは私のお気に入りの教科です。この時はインドのボリウッドダンスをしました。ダンスが苦手な人でも楽しめる教科になっていると思います。4時間目は体育の授業になっています。イヤー11のバドミントントーナメントの運営を私たちイヤー12がすることになっているので、今は各仕事に分かれて様々な活動をしているところです。ちなみに仕事の内容は広告担当、会計担当、保険担当など計11個の仕事があります。4時間目の後は待ちに待ったランチタイムです。この日は5、6、7月の誕生日の子たちのお祝いも含め、留学生のみんなでピザとケーキを食べました。また別の日にはランチタイムにカラオケ大会が行われていました。こちらではカラオケ大会が開催されています。イヤー9からイヤー2、イヤー13の全ての人が参加できます。日本で生まれたカラオケがこんなにも世界に広がっているのは嬉しいことですね。お昼ご飯の後は1時間だけ授業をして学校は終わりです。放課後には日本の学校と同じように部活動をすることもできます。他にもダイバーシティダンスカンパニーといったダンス部のようなものもあり、コンテストに参加したりショーをしたりなどの活動もあります。私も去年同じダンススタジオだった子に誘われてやってみましたが、すごく楽しかったです。またガールズハイでは自分で教科を選ぶことができます。そこで私が取っている教科以外のものも少しだけ紹介したいと思います。こちらはファッション的スタイルのクラスです。生徒たちはこの教科を自分で選択することができるので、もし将来ファッションデザイナーとかになりたい人はぜひこの教科を選択するといいと思います。日本の家庭科の授業と少し似ていますね。
こちらではホスピタリティの授業が行われています。ホスピタリティでは食べ物の栄養素を学んだり、どうやって調理すればいいのかなどを学びます。今日は今週の木曜日と金曜日にあるティーチャーオンリーデーで先生たちに提供するためのスープを作っているそうです。そして完成したスープがこちらとこちらです。このようにパーマストノースカールズハイスクールでは楽しい学校生活を送ることができます。なのでもしニュージーランドに留学に来ようと思っている方がいたら、ぜひガールズハイに来てほしいです。